はいどうもこんにちは、こんばんは、青いゲームです。ということで、ファイナルファンタジー1の続きやっていきたいなと思います。んでコメントいただきました。んでですね、テレポのこと前回なんか話したと思うんですけども、まあそれ聞いてくださった方がですね、なんとテレポなんですが、これなんかリレミトみたいなもんで、まあリレミトってまあドラクエで言うと外に出れるんですけども、それのですね、まあ1段だけ1回だけ戻れるっていう品物なんですが、うよーって思って買いに来たんですけどね、なんかこの子覚えられないんだよね。赤魔導士と黒魔導士しか覚えらんねえっていうことで。まあ仕方ないです。だからなんかジョブチェンジすんのかな、ちょっとそこら辺ちょっとわかんないですけど、まあまあ頑張っていきたいなと思います。でですね、レベル上げをしました。昨日ちょっと動画出してないと思うんですけども、FF1 日置いたのかなと思うんですけども、レベル上げときました。まあちょっとね、ある程度上げないとね、すんなりダンジョン攻略できないっていうのがありまして、まあレベル上げ好きなんでね、まあ街の外乗ったり船乗ったりいろいろしながらですね、お金がちょっと貯めたかったのもあるんで、まあそれがてらやってたら、まあこれぐらい、レベル上がりましたって感じでしょうか。で、まあ欲しかったね、魔法ね、ファイガー来ましたね。ファイガーここでもらいましたし、でまあ白ね、これね、これですね、レイズね、ケアルダレイ、ヒーラーもこれもそうですね、ってやって、で分かったんだけど、レベル上がるとダメージ量も増えるし回復量も増えるくさい、うん多分ね。で、あれだった。嬉しかったのが、まあ、話しながら行こうか。後で行こうか。やってね、3段ヒット来たよ。3回ヒット。すんげえテンション上がった。もうちょっと楽しく、だいぶ楽しくなってきた。やっぱそこ、それまで結構簡単に倒せなかったから。さあ、もし土のクリスタルの輝きが戻れば、きっとまた大地の命、クリスタル、4つのクリスタルだよね。でもクリスタル、あれ持ってなかったっけな。父さんがやってる店に寄ってってね、だって。さあ、次は、農家をやっております。さあ、南の端の洞窟に沢田じいさんが住んでる。じいさんとても、また西の端の洞窟だって、どこだろうね。ドワハゴにやってきたジム、大地が腐るわけを調べに来ました、だって。ほい。古代人の人に何かの石を使って船を船か。え？これ何？ FF1 って船あんの？え？船、湾からもう船あるの？引く手あるの？北の、昔、非常に栄えた文明があって、今では、あ、北にね、北ね、覚えておこうぜ。北に、ありますと。で、ここね、踊ってんのかな、この子たち。さあ、この町はヴァンパイアに襲われてんだ。教会も壊れ、ボロボロだよ、だって。ヴァンパイアに襲われてんだって。ヴァンパイアがなんかっつってんな。ほいっちょ、これは関係ないか。泊まるところは OK だから。こんなもんかな？あ、なんかいるね。さあ、石の巨人の、巨人は石を食べるんだ、だって。洞窟に住む。特に宝石を大好物なんですよ。あいつ、食い意地張ってる。あのね、レベル上げした時に左の方行ってみたの。そしたらね、なんかね、なんとかの巨人の洞窟かなみたいなのはあった。レベル上げてちょっと遊んでたら。わしのことを知らない。誰だこれ。学者の船だって、これ覚えとこう。なんか持ってくるかもしれない。今んとこ分かってるのが、ヴァンパイアがどうたらこうたらと、南に悪魔の嫉妬と呼ばれるアースの洞窟がある。そこに行けば行くほど、作物がよく育つそうだ。へえ、なんかこれなんかヒントなのかな。ヴァンパイアなんだ。大地を腐ってきているアースの洞窟には、住むヴァンパイアの仕業なんだって。あいつが父の力を遮っているんだ。頼む。さあ、てことは、西か。西に行くのか、歩いて行くってことかな。じゃあ、でも一応装備もね、もう整ってあるからいつでも行けるっちゃ行けるんだけれども、ちょっと右の方、ちょっと待ってね。なんか右の今んとこ、あとなんか変なじいさんがどうこうって言ってたよね。あとこのなんかさ、これをなんか、あ、これ喋ったよね。で上行って、違う、こっちじゃないわ、こっちじゃねえの。あれ、あっち右の方どうやって行くんだろう。あれ今行けたっけな。行けなかったよね。あれ行けた今。ここ行けないよね。ここの、いいや、終わった。ってことは、まず、ちょっと強くなった俺の力を見てください。頑張ったよ。めちゃめちゃ頑張ったよ。めちゃめちゃ大変。うん、レベル上げ好きじゃない人にはちょっときついかもしれない、このゲーム。また西だから、マップがないんだよね。毒消し持ってるね。テント、金の針持ってるね。オッケーね。あ、セイトンしよう、セイトン。大丈夫だね、オッケー。西、これ左の方に行ったらその巨人のなんとかっていうのも、もうちょっと発見したから、最高。
だいぶ、でね、ピック、ほら見て来たでしょ、ほら。で、黒さんもなんか2回攻撃するようになった。そう、黒さんが2回攻撃するようになった。ほらほら、ほらすごいでしょ、これすっげえ感動すんだけど。でもすごいよね、15時間近くやってレベル15だぜ今時の RPG だったらもう終盤だよね。いやわかんないけど、20時間ぐらいじゃ大概、まあドラクエ11はやばかったけど、100時間ぐらいいったじゃん、普通にあの最後までやっても。だ15時間で16ってなかなかのガッツでしょこれ。俺絶対これね、心折れると思う、多分。これね、あの、ただね、PS、これって C、いや、またマップがないんだよな。あれ、マップどっか取り忘れてんのかな、下、ね、こっちだってんのかな、左の方行ったら、あのまま左の方行ったら洞窟があった、巨人の洞窟が。南だから、悪魔の、やばい、おっと？おっと？強いのか？これ多分あれでもね、レベル結構上げないと、あの、全然なんか初期の頃の街でもワンターンで倒せないからね。結構、いや、どうしよっかな、普通、まあ、普通にやってみよう。あ、そっか、次のところに、なんだ？暗闇とかな、暗闇ってなんか直せんのかな？パーティー終わったら、あれかな？あ、暗闇はまだ食らったことないよね。食らったことないな。結構、よっしゃ、あとね、これミスだけなくなると、42でも、42だけで嬉しいっていう。白さんがね、まあ白さんはもう、諦めるしかないな。で、緑色の赤さんは、いややこしい。あの、緑の赤さんはもう、このまま行こう。シーフは多分なんかあると信じて。で、暗闇ってなってるけど、これなんだ？大丈夫ね、オッケー、大丈夫。で、もう一回はこっちが合ってるかわ、あー、洞窟はあった。洞窟って言ってたっけ？アースの洞窟、あ、しまった！アースってことはあれなのかな？アースのクリスタル、土のクリスタルってことだからあれなのかな？あと火、土、え？火？風？水か。多分そうだよね。それをなんとかしていけってことなのかな？だからこの世界は腐り始めてるってこと。あれなんか、地獄のエンカウントじゃねえな、今日。さあ、アースの洞窟来たー。ですね、どっちですか僕の予想だと、昔のゲームなんで、まあ、上に上がらずに下に行ってみよう。そうですね、大概。さあ、オーガチーフだって。さあ、42、あ、強えな。もう極力ね、まあ、あの、いや、わからん。あ、ヴァンパイアって言ってるから、ボスはいるでしょ。ヴァンパイアだから。ボスはいると思うんだけどな。どうなんだろうな。ボスがいるかな。これ早く10回攻撃ぐらいいってこない。いやね、でもね、レベルの上げる会は、あの、上げがいはある。確かに。上がるのは大変だけど。ないな。こっちじゃないな。こっちか。上に上がっていくパティーンだ。ってことは、右下か。コブラ。いや、まあ、使いたくないな。ファイラとかね、あと何があるかわからないから。ただ、やっぱりやってて分かったけど、レベルが上がってくると、うん。レベルが上がってくると、なんだっけ、魔法？いや、これさ、黒魔導士2の方がいいのかもしれない。今の話ね。今は、黒魔法2めちゃめちゃ強いから、やっぱ範囲で来た時に、やっぱ物理でね、やってるとね、なんか毒食らったりとか、いろいろあるのね。あるんだけど、黒魔法は強いよ。船乗ってても、あ、もう、だからあの町の近所で船乗って、で、ひたすらぐるぐる走り回って、近所でね。うわー、やばい、地獄の。来てしも、うわー、これなんか強そうな気し、あれ？こんな左、一番左のこんな見たことないな。うわ、こういうの強いんだよな、多分。また、よし、一回ちょっと、いや、ファイヤー行こうか。なんだか強そうな気がするなんか、なんでポイズナがレベル4なのかが未だにわかんねえわ。そこだけだわ。一撃で倒せれるタイプか。わ、強くはない。後ろのやつが強いな。わ、53強いじゃん。134、いや、どうだ。いや、これレベル上げてこなかったらこいつやばかったかもし。わ、強いな。めちゃめちゃ強そう。いや、でもよかった。いや、え？ 1800 ギルもらった。
ま、あー、地獄かよ。また始まった。うわ、強い。まずいな、これでも。待った、後ろの二人の方がいいな。また。一、一人ずつちゃんと倒していって、ウリザラ、ファイラで。いや、でもこれだとな、いつ、やばそうになってきそうな、なんか嫌な予感がする。これはちょっと、いや、これ、いや、レベル上げてなかったら、ほんときつかったかもしれない。やばい。あ、やばい。51は、やばいな。やばい。強いな。これ、ボス、これより強かったら、勝てねえんじゃないの？勝て、また、後ろね。これより強かったら、勝てないんじゃないの？で、もう一回、やばいな。やばくね？ちょっと黙っちった。なんだ、ここでレベル上げすればよかった。ごめん、さっきの経験値がどんだけ入ったのかが分かんないんだよ。3回来た。よし、待って、5枚。おお、うわな、500も入んじゃん。あ、ここの方が、いや違う、ここだと無理か。違うんだよ、あのさ、遠出するとさ、 MP とかなくなったりするじゃん。 MP じゃん、魔法、これ MP ないんだけど、帰るので死ぬのよ、このゲーム。おい、地獄かよ。やっと逃げてこれた。じゃあ、さっきの今左行ったでしょ？あそこのエリア、わかんない。え？一歩歩くことに。いや、ほんと8回ぐらい敵出たんだけど。あれ何？黄金の爪の呪いがまさかこっちにこう、あ、黄金の爪、わからなかったんだけど、と。マジで？これ絶対無理じゃん。なんなのこのエリア。ケアルだ。いや、ガチでやばいんだけど、ここ。こんなん絶対無理じゃん。めちゃめちゃ出てくんだけど。ミノタウルスは戦ったことないし、ここ。ここやべえ。ガチやべえ。17まだいいか。さっきのなんか、なんだっけ変な、なんか二人組いたじゃん。変なやつ。あの二人がガチでやばい。ちょっと待った。あった！こっちだ！こっちだ！ちょっと、あれだ！あ、いや、モンスター来た。簡単に検索できません。これやばい。嘘だろ、これ。これね、もっとレベル上げろってこと？いや、結構上げすぎかなと思ったんだ。だって11だったんだよ。12、13、14、15、16、5個上がったんだよ。さあ、うわ。待った。いけんのか、これ。うわ、大丈夫。ほんと、一歩一歩でずーっと出てくんの、さっき。8回連続。これ嘘じゃないから。お、マジかよって思って。ああ、ダメだ、死ぬんだ、これって思ってやったの。ガチだぜ。これガチだぜ。いや、ほんとだから。これすごいなぁ。いや、これぐらいだったらいいんだけど、あれ何だったんだろう。早送りしようか。あそこの部分。さあ、どこだ？いや、エンカウントここら辺もきついな。よし、必死に逃げます。もう逃げないとこれ無理だぜ。もう下に行くしかない。下に、これでこういうゲーム。うわー、3回、4回、2回。ちょっと待って、お願い、もうやめて、逃がせてって。逃げろ。やっぱ敵が多いとダメなのか。あー、後ろ向いた。いけない。
こんなに多いとダメなのかな。まあそんな強くないからいいか。いやこれやばいな、これ。あ、やばい、もう魔法使えないもんだって。やばい、ほんとやばかったのさっき。あれな、黄金の一生、俺これドラクエかと思うぐらいのレベル。いや、あのね、信用できない引き方やってみてくださいこれガチでやばい。いや、すごいなぁ。いや、こんな、いや、これ、一番、今までで一番ぶっ壊れてたかもしれない。だって、黄金の爪って、ああいう、そもそもそういう呪いじゃん。なんだけど、なかった。いや、あっちがダメなのかな。よし、とっとと帰ろう。とっとと、どこだ？問題が、場所がわからん。どこか、どこか、場所どこだ？もう逃げる、よし、オッケーオッケー、オッケー。ごめんなさい、逃げるだけですだってさ、もうどこだ、違うな、どこだどこだ、ここ地下何階まであるのかもわかんないしな。うわー、あかん、見るからに逃げられへん、見たらわかる、逃げられへんやつやんこれヒールでも使ってくか、ヒーラー。いや、レベルもっと上げ、いや、どっか、いや、あのね、なんだっけな、どこだったっけな、船に乗って結構右の方行ったことあんの、右の方行ったんだけど、めちゃめちゃな変な強いやついたから、あそこら辺で武者修行していこうかな。いや、問題はほら、ドラクエとかと違ってさ、これさ、死んだら戻れねえ、あのほら、なんつうの、元戻るわけじゃないじゃん、これやったこと全部なくなっちゃうじゃん。まあ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 、まあ、普通、まあそんなもんだと思うんだけど、さあどこだ、いや、わかんねえな、上だったかな、上から来たんだよね。オッケーオッケー、よしよし、逃げるぞわあ、新ジャンルだぜ、こんなにさない。いや、なんかちょっと、んー、どっちだ、場所がわからんな。いやー、来たー、魔法。でも帰れんくなんのも困るしな、これ逃げられないもんね、これ逃げれねえんださあどっちだ、どこだ、地下何階。いや、これで、これでどっか行って、なんか終わってくれることを祈ろう。これで無理だったら、もう、レベルもっとがっつり上げてくるね。もう20とかまで上げるわ。20ぐらいまで上げて。これ、逃げなきゃダメかな。なんかコメントで、ね、なんかね、前ね、コメント入ってあったんだよね。もう、これはもう、逃げるゲームです、時もありますよ、みたいな書いてあって。いや、これはいけ、るでしょう。いけねえのかな。やっぱ人数あんのかな。あ、いけるわ、いけるわ。敵が多いと逃げ、いや、来た？来たない、こっちだね。あー、来た、なんか違う、ここじゃないのか、こっちじゃないのか。また、アース、あ、アース、あ、また、これボスじゃね、ほら、あ、ボスじゃない、なんかこの部屋の守護神とかじゃないのこれ。あ、強い、弱い弱くはないけど、弱くはないけど、なんかすんげえ装備くれ、お金じゃない、顔の盾ちょっと、もう地獄かよ、地獄かよ大変だこれ、こう5、もうめちゃめちゃあのレベルを上げよう。お、5000ギル来た、めちゃめちゃレベルを上げてから挑めばいいんじゃねえのかな、なんてちょっと思ってきたね。よし、あ、これでもこいつでも美味しいな、味方によっちゃ。あーすぐ、うわ、これこの時代ってまだウォーターがないのかってことかな、ウォーターないよね今んとこね。あ、ヒーラーやばい、これやばいわ、もうちょっとやめて、ポーション山積み買ってくるべきだったな、山積みで買ってこなきゃいけなかったかもしれない。よし、ちょっとね、ちょっと、よし、頑張って逃げるわただただただ逃げるということで頑張っていきましょう。あった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 、あったぞあったぞあった、よっしゃ、3、うわー、ま、なんか終わんねえのか、ボス部屋とかないのかこれ、またね、大変だったさあ、いや、これ無理だわ、だってもう間に合わないもん、だって魔法使えないもんだって。逃げ、また違う、いいんだ、そんなことしない、逃げるか逃げゲー新しいジャンル、逃げゲーか、さあどっちだ、
下からだから、まあ上だと思う。先制攻撃のチャンスは入れません。多分、どっち、上か、下から来たから上だろうな。いや、今さ、今終わったとこの上にすぐ部屋あったじゃん。あっちから。まあ上か。いや、そこにも部屋あるな。やめて、来ないで、もうやめて。来ないで、もうちょっともうほっといて。ほっといてほしいの。これ、鬼畜すぎだろ、これ。これ、すごいわ。笑っちゃうわ。これ、ファミコンの時やった時に、多分ね、1000人ぐらいはコントローラー投げつけたんじゃないのっていうレベル。さあ、そこになんかあるけど、アイテム毒消しそう。もう、勝てる自信ないもんね。ちょっと待って、よし、あそこ入ろう。行くぞ。よし、なんか。さあ、宝箱だ。違った。3400。3400ギル。どっちだ、どっち行く。あ、待った。なんか見えた。なんかあった。下になんか石の、いや、大丈夫。なんか石の部屋みたいなの見えたよね。見えたでしょ今。わからなかったら、ちょっとあの動画戻して。なんか、わかんないけど、なんか見えた。どっちだ、どっちから行くんだ。こっちか。こっちで合ってんのか、これ。し、頑張れ。頑張れ。敵出てくんな。よし。なんだこれ。うわー、逃げれるの。お出しします。麻痺ってるし、麻痺ながら寝れ、逃げれんの。やめて、数の暴力やめて。よいしょ、ナイスナイスだ。あー、そこにも部屋がある。部屋がある。お願い、もうそんな意地悪せんといて。よし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 、なんか下の部屋あったら、よし、ここでも。あー、違う。あー、なんか変な感じ。あ、これやっぱあれかな、なんかボス、部屋のボスかな。ね、なんかそんな気しない。あー、お願い、あ、お願いします、お願いします。よし、頑張れ。これちょっと変え、いや問題が変えれるのかがどうかが大変。ちょっとそろそろやばいんじゃないのこれ。魔法やる。あれ、自分のことやばい。みんな200台しかない。もうちょっと持ってくれかった。お願い、出てこないよ。一気に行け、一気に行け。どっちだどっちだ。右だったか、ここ右か。よし、オッケー、よし、よし。シロさんがやばい。よし、逃げ。あー、ダメだ、失敗した。ダメなのか、マジか、お前ら。お、来た。ふぅ、こんなに。よし、どっちだ、こっちか。あー、入れなかった。やばい、あれ、うわー、なん、お願い、逃げさせて。あ、ダメだった、失敗した。やばい、シロさん、お願い、逃げて。シロさん、逃げて。いけない。さあ、 MP もない、何もない。仕方ない、もうこれしかない。34、まあそんなに、うん、130、44。頼んます。ブリザラ。よし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 。これあれだな、失敗したらもう一回、なんだ、もうちょっといろんなもん買ってこなきゃダメだな。もうちょっと、うん、もうちょっと買ってこなきゃいけないけど、もうちょっとだと思うんだよな。よし、頑張れ頑張れ、みんな頑張るんだ。こんなわけのわからんやつに負けるな。さあ、勝った、経験276。なんかここでレベル上げした方が絶対早かったじゃん。でもう、問題化も回復もできませんし、これすっげー、わー、アークデモンじゃない多分。あ、やっぱここいつあれだ、部屋で出てくんだ、部屋で出てくんだね多分ね。ボン。ドンドン。これは勝てんのか勝てないのか。じゃあもう前回復魔法が使えれば、うん、大丈夫っすよ。黒さんレベル上がった。さあ、上がった、黒さんレベル上がった。いや、お金はいらん、この際。いや、右の部屋あったな。
なんかあったぞあったぞ、よしこれもいけ、よし来た。なんだこいつ、今フリーズしましたよって。そうだよね、ケアル、ああよしよし、使えない、もう使えない。こいつなんだ。この世界のすべてのものは死に立てる、封印を解かれることなく大地を腐っていく。こいつだ。さあ来たぞ、ボス戦ですが、うわー来たー。回復できない人間ごとで何をしに来た。このバンバス戦に勝てると思うのか。そんなこと言われても、さあ最大火力で。ちょっと待って、どうすっかな。よし行こう、頑張って。あ、なんでこういう時に限って、こういう時に限って、これレベルが低いとかあんのかな。あ、やばい、まあ、シーフさんだからまだいいが、貴重なダメージソースがじゃない、ファイがいける、倒せ、一撃で倒してくれ、まさかの奇跡が210。お、来た、弱えじゃねえかよ。さあ問題です、こっからどうやって帰るよこれ。さあレベルアップした、一撃、よし、まさかの、まさかの一撃だ、お願い。あ、右から出れんのか、ちょっと待って、はい、何かスタールービーを手に入れた、何に使うのかわからないけど、さあ問題ここから、あ、こっちから行けんのか、さあ帰れるのかという。さあ逃げるぜ、こっから。さあ町にどうやって戻るかが問題だ。さあ行けるか、わかりました、どんなことしてもここから逃げて帰りますんで、ちょっとまた皆さん町でお会いしましょう。ちょっと待って、ちょっと待って、なんかさ帰ろうと思ったんだけど、なんかある、なんかあった。さあ置かれて、何か邪悪なものを感じる、これなんだこれ。はい、ということで、なんとか外出れた。あー危なかった、逃げ、もうなんとかカツカツのギッリギリ、ほんと赤さん死んじゃったもんね。いやこれえぐいわ、えぐいえぐい。いや今だかつてこれほどの、のあれはやったことがないかもしれない。これほど、いやあのね、なんだろう、ちょっとドラクエの話して申し訳ないんだけど、ドラクエの黄金の鍵の方がぬるかったかもしれない。いやあれはなんつったらいいんだろう、そこそこ倒せるのよ、敵が倒せたりしたんだけど、これ歯が立たない敵とか、なんかねトロールとかいうのが出てくんので、普通に80とか攻撃食らして、あ、やっと町に帰れた。これどうしよう、もっとレベル、あ、もういっ、ちょっとレベルをがっつり上げるか、もうこれ、あー、いやー、これで寝れる、やっと寝れる。うわ、めちゃめちゃ金増えてる。いや、いや、違う。あそこのダンジョンでレベル上げしたらいい。いや、でも遠いんだよな。じゃ、遠いのよ。いや、これが鬼畜、いや、こんなのある?いや、すごいね。これ、すごいね。初めてやった時の人はどんな反応したんだろうね。もうこれがこういうもんだなと思ってやったのかな。いや、これすげーわ。いや、久々、いや、笑っちゃうぐらい、笑っちゃうぐらいのエンカウント。そして、レベル結構、だって17とかまで上がったんだよ、こう見えて。いや、だって前回、動画をここ来た時11だったからね。うわ、17でも、いや、でも魔法か、やっぱり。これ、逃げなきゃダメなのかな、やっぱり。ね、コメントいただいたことあって、逃げるゲームです、でもありますよ、みたいな。ある程度逃げないとって書いてたけど、まあ、そういうこともあるのか。いや、なかなか歯ごたえがあるけ。さあ、ということで、ね、なんだっけな、アイテム、取りましたよね。大事なもののスタルビー、巨大な赤い宝石。これは、なんだろう、何か使うかちょっとわかんないんですけども、ちょっとですね、他の人と喋りまして、また次どこに行くのか、やってみたいなと思いますけども、いやー、鬼畜、鬼畜、鬼畜の、カウント。いやー、これは、過去最高でした、僕、ゲーム史上。最高でしたよ、ほんと。さあ、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。よろしければ、ですね、チャンネル登録、そして、高評価、お願いします。それでは皆さん、バイバイ!